現在大人気の映画鬼滅の刃無限列車編、その人気にあやかって今回はドズボンも鬼を切ります。ドン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 。ボンさん。はい。ボンさん何やってんすか。見りゃわかんだろ。この背中見て見て。え、鬼狩りに行くんだよ。あ、桃太郎だ。桃太郎じゃないよ。桃太郎でしょ。じゃあ今流行ってるやつ、流行ってるやつ。めっちゃ流行って、桃太郎今だってちっちゃい子を中心に、ね、そういうのめちゃくちゃ売れてる。みんな知ってるけど、うん、みんな見てるけど、それ流行りって言わないから。桃太郎流行ってる言わないでしょ。わかるでしょ、ほらほら。虹仲間にしてーって、ね。あ、違うよ。犬仲間にしてーって。そっちの鬼じゃないのさ、そっちの鬼だけど、はい、今流行ってる。あ、違う？鬼滅の刃よ。あ、鬼滅の刃、そっちか。そうそう、そっちの鬼狩り。あ、確かに、鬼滅は今すごい映画も公開されて人気だからね。僕も映画見に行ってないから早く。行ってないんでしょ、でも。行ってない、まだ行ってない。行ってないでしょ。すぐ行きたいんだけど、だから今、鬼殺隊の格好して遊んでるわけよ。ほら。流行りに乗ってくね、もうさ。ブンブン。ブンブンって別にない、ないでしょ、そんなの。いや、俺は、そこそこの鬼倒して、下山するわ。待って、はい、いや、ボンさん、今日なんかすごい、これね、鬼滅の刃の強いボスとかが出てくるらしくて、はいはい、しかも、うん、あの、炭治郎とかの技もね、使えるらしいのよ。そうなんだ。そう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 。だからちょっと、はい、ろいろ、あの、鬼殺隊として僕たちも技をちょっと練習しましょう。行きましょう、行きましょう。よろしくお願いします。呼吸を。呼吸ね。え、ボンさん、ちなみに一番好きな呼吸なんすか？やっぱり、うん、虫かな。いやそれあれでしょ、虫の呼吸使う、うん、胡蝶しのぶさんが好きなだけでしょ。それもありの、うん、で誰に習うかって言ったら、はい、しのぶさんでしょ。いや煉獄さんとかもいいよ。いやいやだよ。いや、やだ、修行大変そうだもん。しのぶさんになら怒られてもいい。なんじゃそれ、個人的なやつでしょ。じゃあ僕も鬼殺隊のこのあれ切るわ。これなんか肩幅広くね。広い気がする。なんか先駆け男塾。違うのよ。男塾塾生。違うアニメ。今流行りの。流行りなんじゃなくて、違うアニメになっちゃってるの。男塾。男塾の制服じゃないのこれ。違います。近いけど見てってちゃんと、うん、後ろ書いてないから。そっち？こっちや。何と同じボケすんのよ。なんと同じボケすんのよ。ごめんなさい。早く行かないと。早く行かないと揃えてる。ごめん。じゃあ今日は、はい、じゃあ僕炭治郎の水の呼吸やるわ。じゃあ僕炭治郎より、炭治郎も好きだけど、富岡義勇さんがかっこいいから、義勇さんのこれ使います。僕はこれね、左手にこの技をセットして、はい、で右手にその、例えば僕だったら水の呼吸だから、うん、水の日輪刀を手にして、これで右クリックすれば技が出るらしい。本格的ですね。すごいな。いきますよ。お願いします。水の呼吸。一の肩、水面切り。おお、すげえすげえすげえ、すげえ。おお、やばいやばいやばい。こんなに継続ダメージだ。めっちゃ出るよ。めっちゃ水出てた今。びっくりした。いくよ。水面切り。おお、水出て、水がすごい。やばこれ。長い。めっちゃおもろい。え、じゃあボンさんは？僕は、うん、虫の呼吸。あ、蝶の舞、戯れ。なんかいい、オカマみたいな。なんで志望さんだもん。あ、そうか。あ、これあれでしょ、毒攻撃でしょ。毒攻撃なんですよ。あ、やばい、僕、ちょっと待って。鬼目。いや、鬼じゃない、ちょっと、見誤らないで。鬼目。仲間だから、ボンさん。え、それ僕ね、水の呼吸めっちゃあるよ。すごいな、これ一個一個だからあるってことでしょ。じゃあ僕、ナギ使っていい？ナギお願いします。これめちゃくちゃ強いやつよ。11の方。ナギ。おぉあんまり派手じゃないな。水はそうだから。えやっぱり水してね。あ、そうか、しなやかに倒すから。このナギは相手の攻撃全部無効化できるから。え、強えじゃん。原作だったらそうなのよ。めっちゃ広い。わかんない、これ技としてはどうなんだろうね、うん、だから相手が攻撃してきても全部こう受け流すみたいな。受け流すってこと。うん、ナギに。あとはね、あった、これもうファンはもう大好物ですよ。何8の方、滝壺。どういう技だっけ、滝壺。あんま覚えてない。いや、炭治郎がめっちゃこう飛ばされた時に、滝壺使って着地したとかね。着地したみたいな。おお、ナギより強そうじゃん。めっちゃすごいんだけど。めっちゃすごい。オーディのナギより強そう。何が起きてる。上からなんか降ってんの。上、ちょっと俺離れて見るね。あ、お願いします。水の呼吸、8の方、
滝つぼ。おお、ね、滝つぼやばい。滝が上から来てんだ、滝が。滝つぼだわ。すごいな。あ、だ自分の周りにいる敵とか吹っ飛ばせるのかな。そうだと思う。いろいろあるな。あれ、ボンさん、刀変えた？ちょっとさ、ん？やっぱ人気の善逸が。あ、そう。雷の呼吸、ね。雷の呼吸。あ、霹靂一閃。この一つの技だけで戦ってますから。本当に？善逸は、いや、好きよ。あ、まあまあ、ああいうね、うん、僕ね、だらしない人好き。まあ、普段だらしないけど、そのやるときはやる。やるみたいな、好きなのよ。憧れちゃう。かっこいいもんね。じゃあ、いきますね。お願いします。雷の呼吸。一の方。霹靂一閃、バン。サボった。おお、びっくりした。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 え、そういうラグがあるやつ技なの。びっくりした。もう一回やって、もう一回やって。キラキ一閃。サボってんね。おお、早いな。すげえ。あ、これ攻撃しながら移動するんだ、多分。あ、そうよ、そうよ、そうよ。そういう感じか。すごいね、これ面白いな。ベッドなくても使えんだね。ね、寝なくてもいいんだ。ね、寝なくても。それはちょっとあれでしょ。いいんだ、寝なくてもいいんだね、面白い。いや、ボンさん、やっぱね、うん、煉獄ですよ、時代は。煉獄さん。そうね、やっぱり今ね。今やっぱ映画の、はいはい、まあもう、主人公級の活躍をするね、煉獄さんのちょっと技いきますわ。お願いします、お願いします。あ、奥義もあるんだな。奥義、煉獄ありますわ、区の方。これちょっとやってみます、いきなり、初手奥義。いきなり初手奥義やばい。お願いします、お願いします。炎の呼吸、奥義、区の方。煉獄。おぉ、すげえ。え、何これ、うわ、これはやべえ。これは、これ、どこ行った、強すぎる。いやいや、もう、自分のあれに吹っ飛ばされた。これマジでやばい。もう一回行く、もう一回行く、もう一回行く。ここが穴開いてるでしょ。こっちも穴開いてんだ。あ、なんかここ、え、どういう技だったの。行くよ。あ、お願いします。炎の呼吸、奥義、区の方、煉獄。うわー、すげえ。うわー、なるほどな。これは強い。これすげえ、逃げながらめっちゃ広範囲で攻撃できるし、範囲がやばいよ。多分火力も高いと思う、これすごいぞ。これやばい。奥義だけあるな。他のもあるんすよ、いろいろ。じゃ、1の方、知らぬいきますね。お願いします、お願いします。ああ、なるほどね。 あ、すごいすごいすごい。はいはいはい。なんて言うんだろう、移動切りみたいな。はいはい、はい、これ使いやすいな。移動しながら切って敵と戦うみたいな。すごいすごい。2の方、上り炎天。おら、あ、これは火が昇るんだ。おお、面白いな。おお、おお、かっけ。かっこいいな。花火みたい。すげえかっけ。どっから見るとすげえかっこいいよ。本当？もう一回いくよ。おお、かっこいいな、本当に。おお、これで決めたらかっこいいぞ。じゃあ5の方、円子いくよ。お願いします。五の方、円子。おお、え？なんか出てる。虎じゃない、虎じゃない？炎の虎って書いて円子って読むのよ。なるほどね、虎だ。おら、おお、かっこいい。これ、え、煉獄さんの技がかっこいいな、全部。えぐ、派手よね。派手派手派手。すごいのよ。派手派手だ。ん？ん？派手派手だ。派手派手だ。ん？ん？チャリーン。父さん。はいはい。見て。風の呼吸よ。風？風の呼吸、品津川でしょ。品津川さんっすよ。品津川、あいつ禰豆子に厳しいから嫌いなんだよな。まあまあまあ、ね、やっぱね、戦いてえから。鬼やりてえから、ちょっとね。あ、ほんと？ちょっと、あ、なんか敵出して、敵出して。わかりました、わかりました。じゃあこれ出すよ。はい。次だ。一の方、人旋風、そぎ、ポン。うおーい、うおー、なんじゃこりゃ。え、なんじゃこりゃ。一の方？一の方よ。絶対嘘でしょ。え、奥義でしょ、それ。これだと思って。絶対嘘でしょ。一の方よな。本当に一の方？一の方です。え？一の方です。そぎ。強すぎ？一の方、そぎ。そぎすぎ、そぎすぎ。そうはせせ、さすがに強すぎる。逆に当てづらいわ、これ。強すぎて。他は他は？他ね、ちょっと、ね、風の呼吸強すぎるでしょ。やべえやべえ。スライム何匹か出しときますわ。はい、お願いします。はい。いきます。はい。二の方、しなと風。全部派手なのよ。すげえ、品津川パイセンすげえ。全部派手派手なのよ。やば、さすが品津川パイセン。まだまだあるぜ。あ、まだある。もうさ、両手刀じゃなくなっちゃったけど。難しい、刀だけ。刀だけ難しいの。あ、そうか。まずね、こう難しいの。6の方。あ、6の方。国風炎乱。これ絶対強いやつでしょ。ああ、音出ないんかい、これだけ。これだけ音出ないんかい。静かに静かに、これは。あ、そうか。まだまだ。区の方。あ、区の方強いよ。伊達天台風。あ、うわー、え、ボンさんも行った。
え、どこ行った、どこ行った、どうだった、どうだった、自分の周り全部だ、周りだ、周りだ、待って、上から見るわ、区の方、伊達天台風、おお、台風よ、台風よ、これは強いな、これは強い、だって近寄れないもん、これこれ強いよ、風強いな、乱発しよう、乱発しよう、やばいやばい、え、ちょ、ボンさん、ボンさん、これ、ね、自分の好きな、うん、あれで戦いましょう、呼吸で、あ、確かに、うん、あ、どうするちゃんと PVP、 PVP、 いいよ、PVP でしょ、PVP でしょ、え、ボンさん何にする、何、いや、いやー、それ見たら、やっぱ、うん、風になっちゃうよ、風になっちゃう、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 いやー、僕、煉獄さんにしよっかな、いやー、でも炭治郎も捨てがたいな、いや、僕はもうこれさ、え、ボンさん、雷の呼吸じゃなくていいの、うん、雷の呼吸じゃなくていいんですか、ボンさん、全然、うん、で、戦い怖いから、やっぱ基本的に基本的に戦いは怖いから、あ、そうか、そう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 、え、じゃあ僕煉獄さんでいくわ、じゃあボンさん、こちら決闘場がありますので、こちらへお越しください、行きましょう、行きましょう、地形がね、壊れちゃったらいけないんで、確かに、こうもう闘技場を作りました、本当で作ってやるすげえ闘技場、これで壊れないから、よし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 、チャリーン、すごいなんか決闘感出てるよ、ボンさん、すごいね、しかも本当鬼滅っぽいよねこの空間が、鬼滅か男塾かと二択になるねなんか制服見るとだから、うん、男塾は一回離れて一旦男塾離れて一旦離れ、一旦離れよ、そこ男塾は、本当に男塾の呼吸ないよ、一の方投げないないない、男塾の呼吸ない、男塾の呼吸はないね、違うか、そういうあれじゃない、失礼しました、じゃあいきますよ、ボンさん、はい、今回自分の技で例えば場外に弾き、うん、弾き飛ばされても負けね、あ、なるほどね、オッケー、リングアウトあり、リングアウトあり、オッケー、よし、じゃあいきますよ、気をつけないと、それ準備はオッケーでしょうか、オッケーです、いや、もう完璧だわ、完璧、もう戦いの準備はできているいやいやいや、なんか違うの、何すか、なんか違う赤パンがなんかね、何が違うんすか、赤パンが煉獄だから、あ、なるほどね、炎の炎の、なるほどね、うん、無理やりだな、赤パン違うんだよ、それでは参ります、3、2、1、スタート、しゃ、おらー、炎鼓、そぎ、炎鼓、そぎ、うーわ、雲の上まで、雲の上まで、ボンさんいない、ボンさんいない、上からそぎ、うわー、やばい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 、あ、そういうことか、ボンさんの技、上に行けるんだ、上に行けるから、えぐい、派手派手、やばい、派手すぎる派手すぎる、それずるくない、ボンさん、それすげえって、すげえって、やばいやばいやばい、死なずがばね、強いぞ、これ全然食らってないくない、お互い食らってない、確かに、え、これ、ちょっと待って、ボンさん、ちょっと一回僕攻撃してみて、よ、うん、そぎ、あー、くらう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 、いて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 、あぶね、あー、落下ダメージはないんだ、オッケーオッケーオッケー、あ、防御力が高いんだ、すげえ、僕の攻撃当たる、ほら、エンコ、エンコ、効かんよ、え、効かん、効かないよ、奥義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 、効かないよ、奥義奥義奥義、効かないよ、え、まさか、そのタイプ別ある、まさか、タイプ、相性あんのかな、煉獄、おらー、効かぬわ、え、効かない、もう一回行くよ、煉獄、あ、勝ったな、勝ったな、やべやべやべ、なんだ、なんだ、すっげえ食らった、どこ行った、どこ行った、めっちゃ上空に、北風炎乱、やべやべ、やめてやめてやめて、北風炎乱、なるほどね、あ、ちょっとずつ食らうわ、やべやべ、ちょっと食らう、ちょっと食らう、ちょっと、やべやべ、これもうサイレントだからな、煉獄、あ、やだやだやだ、難しい、俺技の切り替えが難しい、技の切り替えもうしてないよ、僕、これなんだ、煉獄、煉獄連打、ちくしょう、おら、おら、やばい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 、落ちまくる落ちまくる落ちまくる、さすがにサーバーが持たん、やばすぎて、攻撃がやばすぎて、やばお互い、やばいやばい、どこにいる俺、どこにいる、お互い上焼きしたって、わけわかんない、わけわかんない、わけわかんない、ほら、煉獄煉獄、もうやばい、僕、雲の上まで飛んで、雲の上まで飛んで、やめてやめて、あ、痛い痛い、あ、落ちよし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 、やばい、死ぬ、シュもう物理で行こう、物理で行こう、ほら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 やめろやめろほら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 、あー、また落ちた、また落ちた、なんでこれ、やばいやばいやばい、落ちちゃう落ちちゃう、ほら、あとちょっとあとちょっと、ほら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 、あー、落ちちゃった、いや、これもあれですよ、瞬間移動ですよ、なるほどね、え、霹靂一閃、霹靂一閃よ、霹靂一閃、ほら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 、やばい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 、煉獄、あー、よしいや余裕ですわ、いや余裕、俺もう落ちた、え、俺も落ちた、これはやばいPVP 派手すぎて、そう、落ちまくるっていう、うん、いやとね、よしじゃないのよ、え、
殴り合っちゃってんの。なんで呼吸使って、呼吸も切れる時あるから。呼吸使って、それもう呼吸使えなくなっちゃう。呼吸切れちゃったらもうそれは普通に切り合うしかない。確かに確かに、まあ、基本はそうだもんね、技はね、うん、いやーもうさ、ちょっとさ、俺のダサくなってる。俺の鬼殺隊の服知らない。知らない どっか行っちゃったんだよ。鬼殺隊の服どっか行っちゃった。もう飛んでっちゃったのよ。ダサすぎてやばいよ。鬼殺隊の服飛んでっちゃった。いやでもいいんじゃない。菩薩隊、菩薩隊、菩薩隊、菩薩隊じゃない。俺鬼殺隊がいいんだよ。鬼殺隊がいいんだよ。僕が鬼殺隊として頑張るから。いやいやいや、菩薩隊やだよ。いやいや、あのボンさん、今回ね、うん、PVP だけじゃなくて、うん、鬼もなんか召喚できるらしくて、そうなんだ、ちょっと戦ってみます。戦う。せっかくだからここにね用意してくれてるんですよ。ちょっと俺刀取りに行かないと。これ、あ、刀取りってちゃんと戦えるように今何でもないただのズボン履いた鬼殺隊のズボンだけ ズボンだけ履いた人鬼殺隊のズボンだけ履いた人だから今鬼殺隊のね、これもなんか特殊なやつで編み込んでるんですよね。そうだから強いのよ。そうそう、強い強い。チャリーン。あれ、モンさん、なんか、え、新しい刀になった？善逸です。雷の呼吸。雷、やっぱ刀もかっこいいっすね、これ。かっこいいよね。かっこいい、かっこいい。やっぱ、よくよく見ると、本当にかっこいいわ。いや、でもね、煉獄さん、やっぱ、今、瞬間、びっくりした。あ、なんか、雨の時の方が強そう。あ、確かに、その雷だから。もう一回やって。キレキ一閃。おー。壁にめり込むの。壁にめり込むの。必ずそうなっちゃう。じゃあ行くよ、坊さん。じゃあ今日ね、1体目は手鬼、はい、手鬼って、手鬼は最初確か鬼殺隊の、うん、訓練みたいな、訓練っていうか、そう、試験があったと。最初の試験、ああ、ありました、山でね。最初の試験で、うん、炭治郎がやられそうになった鬼だと。最初の鬼だ。でかいやつ、でかいやつ、でかいやつ、あれか。行きますよ、行きます。太ってるやつね。太ってるやつ、太ってるやつ。ほら、うわー、気持ち悪い、気持ち悪い、やべ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 、いきなり奥義使っちゃった。いきなり奥義使って、僕もう見えなくなっちゃった。え、こいつ、あ、食らってる、食らってる、手鬼食らってるよ。一撃一戦、ちょっと待って、僕もう場外行っちゃった。やばいやばいやばい、一戦。しかも坊さん見て、ゾンビが入ってきてる。やばい、ゾンビが入ってきてる。鬼とゾンビ、あ、いたいたいた、回ってる回ってる回ってる。よしよしよし、おいや、連絡、ヘキヘキヘキ一戦。やっぱ俺、ダメだ、鬼殺隊の服着てねえわ。もろい、ラスト、オッケーオッケーオッケー。ちょっと雲やだ、雲何、雲怖がってんの。雲は苦手よ。いや、ボンさん、なんとか手鬼はやっつけれましたね。やりましたね。ボンさんは雲に苦戦してたけど。しょうがない、それ、あれ、分担。あ、分担作業ね。次、ボンさん、もっと強いよ。何次は、なんと、こちら、国死棒でございます。国死棒、うん。上限の1。上限の1あかんって。一番強いやつ。上限の1鬼滅寺無惨の次に強いやつ。一番でしょ、もう1だもんね。ダメだって、無理だって。え、俺手鬼で精一杯だったんだ俺。ちなみにこいつも呼吸使ってくるから、うん、え、敵なのに。そうよ、こいつ鬼の中でも唯一呼吸が使えるのよ。マジ、うん、月の呼吸使ってくるから。月の呼吸使ってくるから。怖い。気をつけて。じゃあ行く、うん、参ります。お願いします。ほら、わあ、来た、やべえ、マジそのままじゃん。やばい、呼吸使ってくる。どこ、坊さん死んだんじゃない？どこだ、いや、まだ生きてる。キレキ一戦、頑張れ。全然当たんない。強すぎでしょ、こいつ。どこ行った。いる、あそこ、坊さんの後ろ。俺の後ろ、わあ、頑張れ、坊さん。わあ、削ってる、削ってる。わあ、月の呼吸が、強い。月の呼吸やばい。敵もいろんな技出してくんだよ。やばい、上で。ここで上に上がって食べよう。よし。やばい、ご飯食べた。ほら、あ、これ下に打ったら飛ばなくて済むんだ。あ、なるほどね。うまく使いながら。やばい、あー、死んでしまった。強っ。ヘボンさん、はい、ちょっと呼吸変えますわ。僕変えよう、呼吸、うん、これちょっとあいつをやっつけるにはやっぱ炭治郎しかいねえ。ボンさん、めっちゃ矢刺さってるけど大丈夫？めっちゃこの辺の敵と戦った普通の。めちゃくちゃ嫌ささそこそこの鬼たちと戦ってた。鬼じゃないから、こいつら雲だから。よし、行こう。こう、やっぱ主人公ですわ。すげえ、すげえ。主人公が一番っすわ。水出しながら歩いてた今。どうした、炭治郎、主人公ね。炭治郎、坊さんは見てよ。え、何、あ、月の呼吸使うから。ちょっと待って、敵の呼吸使うから。やばい刀じゃん、これ。そうよ、もう。やばい。だって俺今、鬼殺隊の服着てないから。いなくなった。あれ、いなくなってる。いなくなった。え、どこ行った、どこ行った、どこ行った、
どっか行った、どっか行った、どっか行った、キュートキュートキュート。え、黒脂肪どこ行った？黒脂肪は、黒脂肪いなくなった。黒脂肪、黒脂肪、そんな友達みたいに呼ばないでよ、坊さん。え、黒脂肪リアルどっか消えた。満足した。確かに、満足した。確かに僕たちをやって、柱二人やってるからね。え、水の中いないの？俺柱じゃねえんだ。チャリー、よし、ちょっとボンさん、さっきのやつ消えちゃったんで、うん、もう一体召喚しますね。しましょう。いきますよ。いでよ、黒脂肪。いや、来た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 。ほら、水面切り。全然効かんや。俺も月の呼吸使うぞ。ほら。ほら。敵の技使うのずるいでしょ、ボンさん。あ、一発。あ、やらない。下着さんの服着てないと一発やらない。そういうことか。やばい。ちゃんと防御力大事よ。やばいやばいやばい。よし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 。あ、服大事だ、服。水面の切り結構いいわ。ずっと継続ダメージで与えれるから。なるほどね、うん、強そう強そう強そう。こいつ弱点発見したわ。ずっと水面切りで切ってたら、よし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 。いやー、やりました。黒脂肪討伐でございます。え、そんな倒し方あんの？そんな攻略の仕方あんの？いやー、嘘でしょ。やっぱもうね、主人公は強いんすよ、さ。いや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 、水面切り最強。水面切り、実は実は水面切り最強。水面切り最強だ。あ、すごい、ちゃんと死んだらそいつ落とすんだね。確かにそうだね。え、ちょ、ボンさん、月の呼吸見せて。月の呼吸、片割れ月。おお、派手やな、やば。これすごいね。すごいすごいすごい。他は他は。すごいすごい。月の呼吸、月灰。わ、やべえ、やべえ、派手なのよ。やべえな、これ。ぐるぐるがね、めちゃくちゃ強い。あー、飛んでいく。やばっ、怖い怖い怖い、強すぎる。いやー、ボンさん、今日はめちゃくちゃ遊びましたね。遊びましたね。楽しい、やっぱり。いやー、やっぱ鬼滅はね、いろんなキャラクター出てくるし、呼吸もたくさんあるから、はい、そういう意味でもね、推しキャラとかが、うん、あ、ボンさん、ちなみに一番好きなキャラなんですか？ねずこ。いや、ねずこ、ねずこでなんか迫ってきてるけど。いや、僕は、うん、やっぱり忍さんなんだよ。あ、忍さん好きなんですね、やっぱり。か、うん、かなお。何？いやいや、全然いいっすけど。いいでしょ、いいでしょ。いいっすけど、いやいや、まあ、そっち系が好きなんだなって。そっち系って何？いやいや、なんかおとなしめのさ、いやいや、女性が好きなんだなと思って。え、どうしたわ？僕はやっぱ、伊之助かな。あ、はいはいはい。ごめんなさい。弱くってごめんね。やられた時も。たたた。あのシーンは最高、あのシーン。ちょっとつもおしんで可愛いですよね。はい。はい、というところで、じゃあ本日のね、動画はこんな感じで終わりたいと思いますが、これも最新版の、鬼滅モッドらしくて、はいはい、あの、またちょっとね、面白いやつとか、新しいやつが出たら紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ今日の動画面白かった方、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。もう今日帰り映画見に行くわ。絶対行かないし。行く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 。絶対行かないし。行く行く詐欺。行く。わあ、行って行って行って。何よ。黒脂肪じゃんもう。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。おすすめの動画も見てね。見ればあなたの生活がゴールデンになります。めちゃくちゃうさんくさいよ。ゴールデン変な感じで使わないでよ。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。